相手のミスで点数取りましたってもダメやろ。はい、決めて終わらないかんやん。はい、お願いします。お願いします。一方、17年ぶりの優勝を目指す鳥栖商業、チームの伝統、粘り強く拾ってつなぐバレーは今年も健在です。その中心はチームの要、リベロの園田沙紀。県ナンバーワンの呼び声高く、1年生の頃からレギュラーとして活躍する守護神に監督も期待を寄せます。チームのポイントゲッターはセッターお隣からの信頼も厚いミドルブロッカーの大島。攻撃ではその大島を軸に県高校総体で清和に敗れた雪辱を誓います。平均身長が低いですが、高い線相手が身長が高くても思い切りぶち当てて勝ちに行きます。今まで支えてくださった人の思いも背負って、絶対に先生と仲間と保護者の皆さんと全国に行きます。